テレビの前の皆さん、日曜日の夕食はお決まりでしょうか。せっかくの休日ですから、ご自宅でお料理を楽しみたいですよね。そんな皆さんに、今からでも間に合う絶品そばゲッティのご紹介です。なんだよそばゲッティって。だけど、本当に今日も日曜日なのか。え、ミュージキ？はい、もしもし。あれ、起きてたの？それなら遅刻の連絡くらいしてよね。遅刻の連絡？大丈夫？寝ぼけてるの？まさか約束を忘れたとは言わないよね。メールで送った通りだよ。14時に中央通りのホスマップ本店の横でしょ。それなのに今はもう14時30分。昨日に続いて今日まで遅刻？なあ、昨日って俺遅刻したっけ？もしかして忘れちゃったの？チョップ渡したよね。2時間も待たされたんだよ。昨日って何曜日だった？もうさっきから何言ってるの？昨日は土曜日で今日は日曜日でしょ？どういうことだ？朝日こそ本当にどうしたの？まだ眠いのならご飯は別の日にしとく？違うんだ。いや、そういうわけじゃなくて、その…まあ、僕はもう少し秋葉原にいるからさ。気が向いたらおいでよ。それじゃあね、朝日。あ、ちょ、水木！やっぱり、昨日の出来事は現実なのか？なあ、何度見ても今日は日曜日だ。なんでだよ、日曜日は昨日終わったはずじゃ。いや、決めるのは水木に会ってみてからだ。ちょっと変なこと聞いてもいいかな？どうしたにゃ？お仕事中につきナンパはお断りだにゃ。ナンパじゃないって。あのさ、今日は何曜日？日曜日だにゃ。それじゃあ昨日は何曜日？何言ってるにゃ。日曜の昨日は土曜日に決まってるにゃ。バカかにゃ。そうだよな、今日が日曜日なら昨日は土曜日だよな。一体どうしたにゃ。頭でもぶつけたのかにゃ。昨日のことはやっぱり夢だったんだよな。だからきっと駅もいつも通りの駅のはずで。変なこと聞いてごめん。ちょっと用事を思い出したからお店はまた今度。よし、駅前に行ってみよう。Thank you.
やっぱりいつも通りの駅に戻ってる。ってことはやっぱり昨日の出来事は夢だったんだ。って、あれ、あの扉は昨日の。あれは妄想の残り火よ。しばらくしたら扉も消えてなくなるわ。サキ、オイラもいるっち。お前たちどうして。こら、ピンク、今出てきたらダメよ。危ないからね。ち、俺はまだ夢を見ているのか。私たちは昨日妄想の侵食を阻止した。そして終わったはずの日曜日を繰り返されている。これは夢でも妄想でもなく現実よ。これが現実。実は私たち朝日と別れてからいろいろ調べていたの。確かに昨日は日曜日だった。そして今日も昨日と同じ日曜日が始まったのよ。昨日と同じ日曜日。水木くんだっけ。彼からのメールが何よりも証拠よ。そっか、昨日のメールと全く同じ文面だったんだ。ええ、そういうこと。そしてね、なぜかみんな昨日のことを覚えていないの。もしかして俺たちは昨日の始まりに戻されたってことか。いいえ、違うわ。私たちは昨日の日曜日のことを覚えている。おかしいのは私たちじゃない。おかしくなったのは世界の方なのよ。俺たちを除いて世界は日曜日を繰り返している。そして私たち以外にも繰り返しの影響を受けていない存在があった。そう、秋葉原駅を侵食していた妄想は綺麗に消えたままなのよ。それじゃあ妄想を認識できる存在である私たちと妄想の侵食は繰り返しの影響を受けない。この繰り返しには妄想が関係している。そう考えて間違いないわ。妄想に関係すること以外が全て繰り返されている。ええ、テレビもラジオもずっと日曜の番組よ。きっと24時を超えたらまた日曜日が始まるでしょう。今日オープンの猫耳喫茶もこれから毎日オープンし続けるのか。猫耳喫茶だけじゃない、水木だって毎日俺のことを待ち続けるのか。朝日も毎日ニートのままだっち。もうピンク、おとなしくしてなきゃダメだからね。それでさ、朝日、何も変化のない毎日なんて退屈だよね。退屈っていうか、そういう次元の話じゃないだろ。そうだよね、そういう次元じゃないよね。だからさ、私のそばにいてよ。は？私ね、朝日が帰った後ずっと考えてたの。この先もずっと朝日と一緒にいられたらなって。え？は？お前それどういう意味で言ってんだ。私ね、上京してきてから毎日が不安だったの。こっちには頼れる友達も全然いないし。いやでもその心の準備というか、なんというか。だからね、私たちと一緒に侵食する妄想を壊して。ああ、ですよね、そういう意味ですよね。この秋葉原での偶然の出会い、そして互いに妄想を認識できる存在、これはもうちょっとした運命なんじゃないかな。あのニートだから時間もあるっち。ああ、くそ、一瞬でも勘違いした俺がバカだった。だけど手伝うって言ったって一体何をどうするつもりなんだ。秋葉原中の妄想の侵食を全部壊すの。は？なんで秋葉なんだ。秋葉原っていう街はね、妄想の侵食が頻繁に起きているのよ。今までも。そっか、俺が認識できなかっただけで。ええ、そういうこと。頻繁に起きる妄想の侵食、そして繰り返し始めてしまった世界だけど、繰り返しの影響を受けない妄想、つまり侵食する妄想を全部壊せばきっと解決よ。やだ、パース。俺昨日の化け物たちと戦いたくないし。ひどいよ、朝日はこんな街に女の子を一人で放り出すわけ。あのな、秋葉は治安がいいんだぞ。オタクによる事件はマスコミの印象操作だ。そっか、朝日は助けてくれないんだ。私はこれから妄想のはびこる秋葉原で
ピン君と二人きりで戦うことになるんだね。そして知り合いもいないこの町で路頭に迷い、最後は怪しい男に声をかけられ、彼を信じたばっかりに。妄想豊かだな。さっきがかわいそうっち。朝日は白状者で無職でニートな男だっち。大丈夫だよピン君、慰めてくれてありがとうね。私が特別な存在に選ばれたのはきっと妄想の侵食から世界を守るためだもん。たとえ不安でも、たとえ一人でも、たとえ怪しい男に声をかけられても、私は前に進むわ。朝日以外に知り合いがいない町でも、朝日以外に頼れる人がいない町でも、私は行かなくちゃ。いや、それは、先にはオイラがいるっち。一緒に頑張るから元気出してほしいっち。へー、ピンク先。あ、ちょっと待て、泣き真似すんな。周りが俺を白い目で見てる。わかったわかったよ。もしかして手伝ってくれるの？秋葉には知り合いも多いし、変な噂を立てられるのも困るからな。ありがとう朝日、頼りにしてるわ。ニートの鏡だっち。よく言うよお前ら。じゃ早速だけど、まずは中央通りの方を調査しに行くわよ。行っちゃったよ。でもまあいっか、どうせ退屈だったし。それにこのままずっと水木を待たせるわけにもいかないからな。いつも通りの秋葉だな。ねえ、朝日はどこか妄想が侵食しそうな場所に心当たりはない？いやいや、そう言われても。ていうか、さっきもわかんないのか？秋葉原にはそんな詳しくないの。だって上京してきたのは今年の春だし。それじゃあ今まで行き当たりばったりで見つけてきたのか？まあそういうことになるわね。だけど秋葉原に詳しい朝日ならきっと見つかるよ。だからね、私たちには朝日が必要なの。もっともらしいけど、それ今思いついたよな。そんなことないわよ、昨日からずっと考えてたわ。もうつべこべ言わずに秋葉原の変化を探して。ほら、周りに変化は見つからない？そんなこと言われても、見ての通り昨日みたいな明らかな変化は。あ？あれ？どうしたの？なんか今日はやけにハッピーを着てる人が多いな。お祭りとかで着るハッピー？お祭りもそうなんだけどさ、アイドルのライブとかでみんなして着るんだよ。推してる子の名前を入れたりしてさ。秋葉原ならこれが日常的じゃないの？地下アイドルだっていっぱいいるでしょうし。いや、いつもはこんなにいない気がする。それに昨日は大して気にならなかったと思うし。やっぱり多い。何かイベントでもあんのかな？ねえ朝日、この人たちが向かいそうな場所はわかる？中央通りだったらベルサイユ秋葉原かな。たまにアイドルのイベントも開催してるし。なるほど、じゃあそこへ行きましょう。え？もしかしてこれが妄想の侵食だっていうのか？何か大きなイベントがあったらこのくらいの数は普通だと思うけど。
大切なことを忘れてないかしら。日曜日が繰り返されているのよ。あ、そっか。昨日の秋葉にはこんなにハッピーの人たちはいなかった。ええ、そういうこと。昨日起きなかったことは今日も起きないはずなの。昨日開催されてなかったイベントが今日になって開催されているってことか。ベルサイユ秋葉原は中央通りなのよね。急いで向かってみましょう。おいらもおしゃれ。